23日放送の「NHK ミュージック・ポートレート」にサッカー日本代表の川島英二、長谷部誠内田篤人の3人が登場海外リーグで受けた差別について語り合うシーンがあった同番組は好きな10曲を持ち寄りそのエピソードを紹介し合うことで和やかな雰囲気で進められるがそれぞれの表情が硬くなってしまう場面があった ドイツのブンデスリーガーを主戦場としてきた長谷部はジョークがきつい目が細いとか黄色と呼ばれたりすることがあると外見上の際に触れられ不快に感じたというその対処法としてその言葉は差別用語だと教えていると選手間のコミュニケーションの裏側を明かしていたまたベルギーのジュピラーリーグで活躍する川島は 東日本大震災のニュースが世界的に流れた時期を振り返り、川島、福島、と観客席から連呼された出来事を紹介。この挑発コールに憤りながらロッカールームへ引き上げたそうだが、その際に、チームメイトからありえないことだった。ベルギー人として謝ると謝罪を受けたという。チームメイトからの気遣いに、川島は嬉しかったと心境を明かした。 代表チームでも仲が良い3人が集まった音楽談義は熱いメンタルを持つ川島タイのミスター・チルドレンスキを公言する長谷部それを茶化す愛される後輩内田というバランスで進行笑顔が絶えないリラックスした雰囲気の中普段あまり語られることのない差別についてのエピソードまで飛び出した海外リーグでは時に試合以外でも戦わなければならないことがあるようだ